いやー疲れつつ疲れつつ、でも今日はまだ9時間ぐらいやってないです。9時間ぐらいし、18時間だ。かなりきつかったですけどね、効果ありますよね。今年はちょっと長めに生きてます。電池も買いましょうかね。ビッグカメラで電池よく買いますけどね、アウトレットで買うのが安いですよ。昔1号館からなんかして、ね、アウトレットが安いなって。そういえば僕今日テレビのカタログ山田電機のもらって調べてたんですけど、うちの父親にテレビ買ってあげようかなって。入院から帰ってきたらでかい50、60、70型ぐらいのテレビをアウトレットで4、30万ぐらいで買おうかなと思ったんです。でもやっぱ金が持ってないから資料代に使おうかなと思って、もううちの父親の最後の、まあ、いつ死ぬかわからないですけど、最後の奉仕というか最後の感謝にクソでかいテレビ買おうかなと思って、70型ぐらい、アウトレットで安いですよ。普通で買ったら100万近くする。あのビッグカメラのアウトレットを店で買ったらかなりお安くなります。20、30万ぐらい。あの池袋の地下の駅の地下のテレビができました。あれ普通のテレビを縦にしてるだけのようにも見よう、中身見ましたけどね、やってる最中。あれ本当高そうですけどね、1枚100万ぐらいするんじゃないかと。まあ新品で買った新品で買ったらそれぐらいするでしょうね。まさか JR が中古品を買うわけないですけど、新品で買ったらあの柱1本で、わからん、500万か1000万ぐらいですね。それを十何本、20本ぐらいやったら、まあ、2億、1億、2億するかもしれませんね。維持費も。でも電気代ってかなり安いですからね。まあよく見れば普通のテレビを縦にしただけのような気もしないでもないですけど、モニターと思えば、まあそんなに高くもないような。いっそのこと全部やってしまえばいいね。未来投資みたいにいいです。いいですけどね。ディスプレイフラットって。ということで、まあうちの介護ベッドはつけるかつけないのも問題ありますけど、クソでかいテレビプレゼントしようかなと思って。でも資料代にした方が長生きするかもしれないって。全力で。